こんにちは、大峰です。突然なんですけど、つい先日 Adobe Creative Cloud を解約しました。今までは仕事の関係で必要だったんで継続して契約したんですけど、もう今の僕の環境だと必要でもなくなってきたんで、解約したんですが、今回はそこら辺の理由と代わりに使っている便利なツールについて説明していきたいと思います。じゃあまずは理由から話をしていくと、実は動作が重すぎて普段から使ってないっていうのがあるんですよ。僕が Adobe 製品を業務に使用するようになってだいたい15年が経つんですが、クリエイティブスイートの後半あたりから使いにくいと思える部分が増えてきて、それがクリエイティブクラウドになってからはアプリの使い勝手が変わったり、動作が極端に重くなったりして、どんどん使いにくくなっていきました。Photoshop をはじめとして Adobe のアプリは毎年アップデートをリリースしてますが、一部のアプリを除いて業務に必要な機能はもうとっくに揃ってて、10年以上前のバージョンでも問題ありません。今の Photoshop は新規書類を開くのにも数秒待てないといけませんが、昔の Photoshop はもう一瞬で新規書類を作れたし、ブラシの遅延も今より全然ありませんでした。イラストレーターに関して言えば、描画の高速化のために導入された GPU パフォーマンスのおかげで拡大縮小なんかの動作がだいぶ速くなったんですが、この機能にバグがあって業務で使うときには注意が必要です。で、その GPU パフォーマンスをオフにすると、動作が遅すぎて作業ができるような状態ではないくらい表示速度が遅くなっちゃうんで、面倒です。ちなみに僕が普段業務で利用している Mac っていうのは、ここにある Mac Pro 2013なんですけど、メモリが 64GB で CPU も12コアで、 GPU も一番いいものを積んでるんで、結構高性能のタイプになります。まあ古いマシンではあるんですけど、これから説明していくアプリだったらもう全く引っかかりがなく高速に動作します。これまで話してきたのは Photoshop と Illustrator だけですが、これまで利用していた Premiere や Lightroom、 Bridge なんかも同じような理由で今はもうほとんど使っていません。特にグラフィック制作の時に必要となるはずの Photoshop と Illustrator の2つは1年のうちほんの数回くらいしか起動していないです。じゃあ僕が普段どんなアプリを使ってグラフィックデザインや映像制作をしてるかっていう話になるんですけど、グラフィック制作だと Photoshop の代わりにセルフから発売されている Affinity Photo を使っていて、イラストレーターの代わりは同じくセルフの Affinity Designer を使っています。 Affinity Photo と Designer は割と最近出てきたアプリですが、その分今のハードウェアに最適化されていて動作がめちゃくちゃ速いっていうことと、必要最低限の機能をスマートにまとめてある分、習得にかかる時間も短いし、無駄の少ない操作体系になっているのが気に入っているポイントです。もう一つのポイントは、この2つのアプリが Photoshop と Illustrator と同じように連携できる機能を持っていて、作業を中断することなくお互いのアプリで一つのドキュメントを編集できるんで、ウェブサイトデザインを丸ごと作っちゃうとか、 UI の作成みたいな複雑なプロジェクトにも使っていきます。あと、これは iPad ユーザー限定になるんですけど、 iPad 用の同じ機能を持ったアプリも出てるんで、こっちもおすすめです。欠点としては、縦書きをサポートしていないことだったり、イラストレーターでいうところのパスのオフセットみたいな機能がなかったりすることですが、シンプルな作りで動作速度が Photoshop やイラストレーターとは桁違いに高速で最高におすすめです。価格もたったの6000円で、しかも買い切り型。 Affinity Designer の方は無料で試せるんで、まずはそれを試してもらってピンとくるようなら購入っていうのもいいんじゃないでしょうか。映像制作の方には Affinity Designer と Photo に加えて、ブラックマジックデザインから出ているダヴィンチリゾルブっていう映像編集アプリを使ってます。ダヴィンチリゾルブはもともとは色を編集するのに特化したアプリで、世界的に有名だったんですが、最近では高度な映像編集機能だったり、モーショングラフィック機能、オーディオ編集機能を加えていて、一つのアプリで映像制作の大半ができちゃうってくらいのアプリになりました。ポイントは日本語に対応していることと、使い勝手がいいこと、色の加工が他のアプリと比較して断然やりやすいこととか、まだまだたくさんあるんですけど、とにかく高機能なこのアプリが無償で使えちゃうっていうのが一番のポイントかもしれません。 YMR チャンネルで配信している動画もほとんどこのダヴィンチリゾルブを使って制作していますが、使い方を覚えちゃえばアニメーションを使った表現や映画でしか見られないような品質の映像も作り出せます。もちろん Adobe のアプリがすごく便利なのは間違いなくて、その Adobe のアプリで一番好きなアプリが After Effects です。CC を解約したらこれが使えなくなっちゃうのが唯一困るところだったんですが、これに関しては無償で使えるダヴィンチリゾルブに内蔵されているフュージョンっていうツールを覚えれば、僕が普段受けている案件だとほぼほぼ賄えちゃうんで、そこまで問題にはなりません。それにこのフュージョンがものすごく高機能で、ハリウッド映画なんかでも普通に使われているんで、一般の方が使っていて不足する機能なんてまずないと思います。
こんな高機能なツールが内蔵されたダヴィンチリゾルブ自体も高機能で世界的に有名なアプリですが、この無償版の他にさらに高機能な有償版もあって、そっちはまあ大体3万円ぐらいするんですけど、もしステップアップしたいとなっても、この有償版を購入しておけばアップデートにお金がかかることもない買い切り型なんで、安心して使い続けられます。グラフィックデザインと映像制作にだけ限って言えば、これまで説明してきたアフィニティデザイナーとアフィニティフォト、それからダヴィンチリゾルブの3つのアプリがあれば業務に支障が出ないくらいに便利なアプリなんですが、この3つを揃えるのにかかる費用はたったの1万2000円くらいです。もちろん毎月費用はかかるサブスクリプション型じゃなくて買い切り型になってるんで、一度購入してしまえばずっと使えます。サブスクリプション型のクリエイティブクラウドにはクラウドストレージ機能だったり、モバイルアプリとの連携だったり、いくつかの書体が使えたりとメリットがありますが、僕の場合はそのほとんどが不要だったし、まあ、そもそも使うことのないアプリが多すぎて、もう少しコンパクトにしたプランも用意してほしいところです。もう少しアプリを付け足すとしたら、写真管理とロー現像ができるライトルームみたいなものがあればいいなとは思いますが、これは必要が出てきた時にキャプチャー1だったりシルキーピックスでも購入すれば十分かなと考えています。最後になりますが、今回の解約の原因ってわけじゃないんだけど、やっぱりそのアドビの値上げっていうのは大きかったかなと思います。別にその業務で使うんだったら月額1000円とか上がっても問題ないんだけど、僕が問題だと思ってるのは、その今後もアドビが続けて値上げしていく可能性が高いっていうことと、あとはもし止まったとしても他に代替手段がなかったら、いやいやながらもついていくしかないっていうことがすごい気になるんですよね。今の時代アプリが業務レベルで使えるのは当たり前で、そういう意味ではアドビのアプリは習得するための情報が見つけやすいっていう利点はあるんですけど、まあ、正直アドビのアプリが使えれば他の企業が作ったアプリにもそのノウハウが応用できるのが大半なんで、よほど変わったアプリを使うんでなければ、例えばフォトショップのチュートリアルを見ながらアフィニティフォトの使い方を学ぶなんてことも全然できちゃいます。大事なのはアプリが使えることじゃなくて何が作れるのかってことであって、個人的にはアドビ製品のために毎月6000円も払い続けるよりは、ずっと安価で高機能なツールを揃えて浮いたお金をもっと別のことに使った方が充実した生活が送れるんじゃないかと思います。いかがでしたでしょうか。まあ、正直ね、長い間付き合ってきたパートナーなんで、そのパートナーと別れるっていうのは寂しいし少し不安でもあります。でも実際解約してみたら、まあ思いのほか心がこうすっきりして、今では何ていうか、また違ったアプローチでものづくりできるなっていう思いでいます。まあ業務で使うっていう方はやめられないのはしょうがないにしても、やっぱりこのこれから YouTuber になりたいとか、もしくは何かものづくりしたいっていう方には、ぜひ僕が今回紹介した新しいツールっていうのをどんどん試してもらいたいなと思いました。以上です。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。